give love。はい、どうも、もちです。いつもご視聴誠にありがとうございます。今日も気になる記事ありましたので、ご案内させていただきたいと思います。イオンシネマで従業員の不適切対応で謝罪、車椅子インフルエンサーの問題提起受け、再発防止策を講じるという、記事なんですけども、これもうちょっと早く取り上げる予定だったんですけど、まあ、最近なんかいろんなね、大谷さんのニュースなども含め、いろんなことがありましたので、ちょっと遅れてしまったんですけども、ちょっとこれはね、取り上げてみたい、内容だったので、今日はこれをお話ししたいと思います。これ何があったかというとですね、イオンシネマって多分イオンの中に入ってる映画館のことだと思うんですけど、ね、行かれた方たくさんいらっしゃるんじゃないかと思います。僕も行ったことあります。で、まあ、そこでね、その車椅子に乗られた方が、椅子に座ろうとした時に、要はその自分の力では乗れないから手伝ってもらったと、もらっていたと、今までね。ただこの日はそれを、やってもらったんですけど、鑑賞後、終わった後に従業員の方から、この劇場はご覧の通り段差があって危なくて、お手伝いできるスタッフもそこまで時間があるわけではないので、今後はこの劇場以外で見てもらえると、お互いいい気分でいられると思うので、よろしいでしょうかと言われたと。で、まあこれに対して、このインフルエンサーの中島涼子さんという方ですね。なんでいきなりダメになるんだろうと、悲しさを通り越して、今は行き場のない怒りに変わってきた。その時に言い返せなかった自分にも腹が立つ。イオンシネマの社長と話し合いたいと、まあ X 上に書き込んだということですね。まあこれ本当最近よくある、なんて言うんでしょう。もうネットの影響力ってやっぱりすごいので、当然すぐ話題になったようです。まあそれに対して、イオンシネマ側が謝罪の文書を送ったと。いう感じになってるようですね。で、なんかここだけを見ると、その完全なる被害者は、まあ、中島さんであり、まあ、イオンシネマさんがちょっと不適切な対応をしているように、まあ、感じるんですけども、ちょっと私の視点からこの話題をお話しさせていただきたいなと思うんですけども、僕は今、まあ、その音楽をやってるんですけども、その前って例えば工場で働いてたりとか、まあ、いろんな職を転々として、まあ、今があるんですけどね、その中の一つとして、まあ、接客業、やってました。100円ショップでね、店長をやっていた時期が、まあ、ありますと。で、まあその時ってね、めちゃくちゃ大変だったんですよ。で、このお話とじゃあ何の関係があるのかっていうと、このイオンシネマ側としてはですね、もちろんその皆さんに、楽しい思い出を作ってほしい、絶対これを思ってるはずなんです。そうやってまあ営業が成り立ってるわけですから、だから手伝ったんだと思うんですけども、ここでまず大事なポイントとしては、要は絶対に手伝わないといけないというわけではなかったんじゃないのかなって思うんです。そもそもどなたかも書いてたと思うんですけど、その介護士でもない方が持ち上げたりして、万が一持てなくて、その車椅子の方を落としてしまったりした時、今度はこれはこれで揉めると思うんですよね。まあっていうのが一つあると思います。それと一人の人、まあこれ一人でもやったのかな、まあ二人か一人かわからないんですけど、その人が、まあ、持ったり、片付けたりする時間っていうのは、もしそれがなければ、他の仕事ができるわけじゃないですか。で、その、今、この世の中、とにかく、人件費を削って、収益というか、利益を得ようとしているわけですよ。まあ、働く人たちの賃金を確保するためには、とにかく人を極限まで切り詰めた、ライフスタイル、違うな。ビジネススタイルを築いているんだと思います。はい。まあ、なので、
その時の状況的に余裕がある時はできたんでしょうけど、誰かも言ってたんですけど、混雑している時にもしその人が一人そこに行ってしまうと、おそらく他がおろそかになって他の方々にも迷惑がかかるっていうことなんじゃないかなと思いました。だからこれって従業員がめっちゃいっぱいいて、もうほんと一昔二昔前の映画館とかだったら行けたと思うんです。ですが今ってそういうことってどこの職場も無理、もうギリッギリで回してるわけですよ。14、15年前、いや17、18年前、私が100円ショップで店長してた時にですね、僕はあるお店の店長になって、まあ、移動していったんですけど、びっくりしました。その坪数、まずお店の坪数は200坪ぐらい、200坪ってねめちゃめちゃ広いんですよ。大型店扱いだと思います。そんだけ広かったら俺すげえなんかの10人ぐらいスタッフがいる中のトップなのかなと思ったら、1日のその従業員の数、その入れ替わりはあるけど常に店の中にいる人数は多くて3人3人しかいないの、200坪。そうで、それは本当に多い時だけで、それ以外は基本2人、下手したら1人しかいない、200坪の中を1人しかいない、そういう状況があります。200坪1人どうやってこれ仕事すんの、だってレジ打たないといけないよねって。そう、レジは打たないといけないっていうわけです。じゃあその時に商品どこにあるのかとか聞かれたり、電話かかってきた人どうすんのったら、並行してやるしかないって言われたんですよ。トイレどうすんのって、俺トイレ近いんだけどって言ったら、隙を見計らっていくしかないか我慢するしかない嘘だろ、どうこれ、どうやったらじゃあ人増やせるのって、売り上げ上げるしかないって言われて、田舎だったんですね。そのなんか売り上げに対してのそのにこれだけの人呼べますよっていう表を見せてもらったんですよね。で400万円以下、多分さ300何十万円しか売り上げてなかったから、山本君はどんだけちょっと頑張って売り上げ上げてもこれ以上増やせないよみたいなこと言われて、ふざけるなみたいな。だからもう死にましたよね、本当に。だからこのイオンシネマさんが今どういう雇用形態になってるかわかんないんですけど、ギリギリで回してんじゃないのかなってまあ思うわけです。そういう時にまあ例えばじゃあ同時に2人来た場合とかって、もう多分どうすることもできないんじゃないのかなとまあ思いました。だからこれは本当にお互いが歩み寄らないとダメなのかなって思います。だから例えば混雑してる時に行かないとか、逆にイオン側もこの時間ぐらいだったらお手伝いできる可能性、まあって言ってしまうとまたあれかもしれないけど、まあそこは行く側が大体リサーチすればこの時間が暇だったりとかってね、平日の昼とかだったら絶対そんなにいねえじゃないですか。でも土日なんて言ったら絶対人いるわけですし、そこを選んだりすることができれば手伝ってもらえたりもしたかもしれない。今はとにかく助け合っていかないと難しいんじゃないかなってまあ思うんですね。なのでここは本当に今回の問題っていうのは双方の歩み寄りがまあ重要なお話だったのかなと思うので、なんかちょっとこの書き方もあんまり良くないというか、ああいう風に書いてしまうとやっぱり燃えますよね。で実際燃えましたからね、炎上しましたからね。ちょっとね、なんか誰も喜ばない事件っていうか今回の出来事だったかなと私はまあ思いました。僕はねその100均いる時はやっぱりね場所がわからない人多かったから、なるべく一応その何か欲しい教えてって言われた時はもう絶対そこまで行ってここっていうようにはまあしてました。まあそこちゃんとしとくと次また来てくれるからですね。だってまあ僕はお客さんとも仲良くなったりとかしてね頑張ってましたでも本当大変でしたよ。クレームとか来たりしたら謝りに行かないといけなかったし、もうよっぽどひどい時は菓子折り持って行って謝りに行ったこともあります。
たかが100円ですけど、ね、その間も店開けない、あの留守にしないといけないとか、いろいろまあね、ほんと大変だなと思いました。だから今回のこのイオンシネマさんの気持ちもよくわかるし、車椅子側の気持ちもよくわかるので、いい機会だから、なんか双方が話し合ってなんかいい方法を考えていただきたいなと今日はもう本当に思いました。もうあんまり喧嘩をするような記事はね、見たくないなと、はい、絶対仲良くなれる方法あると思います。仲良くしましょう、はい、もうそれしかないです。皆様の、ご意見よろしければこちらの方に書いていただければと思いますので、コメントお待ちしております。本日の動画は以上となります。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。それでは失礼いたします。